が制作作した作品ですすタイトルを保存とと再現と言います白い犬が台の上に横たわっています台の中にはエアーコンプレッサーが入っていてそのコンプレッサーからチューブを通して空気が送られ犬の腹部に空気が送られて若干こうお腹が膨らんだりへこんだり上下しているのが見てわかると思います。 この作品を見た人は私にこの犬が本物か偽物か剥製かそうではないか生きているのか死んでいるのかそれとも眠っているのか私に聞きます。今日は皆さんに私がどうしてこの犬を作ったかこの犬と何を変えたかったのかそして今どういった活動をしているのかお話ししようと思います。 私の実家には、えっと、10歳になる犬がいましたマルチーズの女の子で名前をリンゴと言いますうちに来る前からリンゴという名前で父の知り合いから事情があって飼えなくなったと連絡が来てそれからうちに譲り受けた子でした彼女はうちに来て5年前 5年前のある日エシ・ズイ・マク・ノーエンという病気にかかりました <laughs> これは母親の <laughs> 母親の声ですみません <laughs> <あの笑>エシ・ズイ・マク・ノーエンという病気にかかってほぼ寝たきりの状態で暮らすようになりました食欲があっても自分で食べたり飲んだりすることができないので1日3回母親がスプーンで餌を与え,えて ポイトで水を飲ませてあげるそういった動物向けの介護を行っていました病気の発症当時は余命3ヶ月と言われましたがそれから5年間家族に愛され守られながら暮らしていました私はこのリンのことが本当に大好きで世界で一番大切でしたリンは私にとって世界で一番の友達であり妹であり宝物でした リンを奇跡的に生かしている現在の状況その奇跡的に生かしているリンの体の仕組みこそが宝石のようでリンの体はその宝石が詰まった宝箱のように思えたのです私はリンのことが本当に大好きで大切だったので彼女にどうにかして生きてほしい死んでほしくないと思っていましたそれでも死という抗いようのないものが 私とリンの間に訪れて私はその時本当にこのリンの死っていうものをどうにかして乗り越えたい解決したいそういうように思っていましたそして私はリンの今リンを奇跡的に生かしているその状況を そのリンの体の仕組みがどうなってできているのか知るためにリンの体の寸法を正確に測って犬の骨格図マルチーズの骨格図や犬の解剖図を参考にリンのすえっと設計図を作りましたそれから骨を作って内臓を作ってそして筋肉を作って皮膚を作ってリンの その今の状況を制作によってこの世界に保存し続けようとしました今映っていた骨がこの作品の中に実際に入っているので関節が曲がったりとか触ると柔らかかったりとかほんのり暖かかったりします制作過程はなんだかショッキングに見えますが私にとってこの作業はリンと私のその どうしようもないしという抗いようのないものに対抗する希望の工程でした。そういった一連の動作がその保存と再現という作品でした。私はこの作品によって二つの。 自分,によって自分の作品制作によって重要な要素を見つけました。それは対象の生物を保存するときに外見だけではなくて内臓とか骨とか体の内部から制作していくということです。そそののの対象の生物をを未来永劫を残すためにその姿を 制作によって再現する複製するということは過去人類が何回も何回もやってきたことです特にアーティストがペインターがその対象の人物の肖像画を描いたりとかあと彫刻家が石を掘ってその一瞬の美しさを未来永劫現在にも残してきましただけど私はその 対象の生物を保存するために外見だけを再現しようとは思いませんでした外見だけではなく内臓とか骨とかそういうものをだんだん作っていって結果的に外見が現れるということが重要だと思ったのですなぜなら私はリンの外見だけを美しいと思ったのではなくてそのリンの生かしている体の仕組みそのものが本当にかけがえのない大事なものだと思ったからです そして2つ目に苦しい悲しい問題を解決するための装置として作品を制作するということがとても重要だと思いました私はこの「保存と再現」という作品で死というどうしようもないものにアートの特性を持って対抗するそういうことを行ってきましたさてこの「保存と再現」という作品を作り終えた後、 私はリンがいなくなった後の世界について考えるようになりましたリンがいなくなったら私は夢とか希望とか愛とかそういった前向きな気持ちをどうしたら失わずに生きていけるだろうリンが亡くなったらそういう前向きな気持ちを失うということが明白だったので私はこの 犬を作った後に自分の夢とか希望とか幻想とかそういった前向きなものを蘇生しなければいけないのではないかと思いましたこの2番目の問題を解決するための装置として作品を制作するの問題が浮き彫りになったわけですでは夢や希望を蘇生するとはどういうことでしょうか私はその時 SF やファンタジーの世界に登場する架空の生物について考えるようになりましたそれはリンが病気で弱,弱っていく姿というのが犬ではなくてドラゴンとか妖精とかユニコーンとかそういった架空の生物に見えていたこと 特にユニコーンはユニコーンの血を飲むと永遠の命が得られるという逸話がありユニコーンがいればそういった死へのわ苦しみとか死による別れとかそういった苦しいものを解決できるのではないかというふうに考えるようになりましたでは次にユニコーンを蘇生するということはどういうことでしょうか ユユニニココンンを蘇生しななけければいいいととととうここはは現在ユニコーンは死んだ状況にあるる考えることができますではなぜユニコーンは死んだのでしょうか老衰なのか病気によるものなのか事故なのか自殺なのかそれとも他殺なのか私はそういうことを考えていくうちに一つの考えが浮かぶようになりましたそれはユニコーンを殺したのは私だったのではないかということです そういう考えに至ったのはリンを失ったことによって私の中で夢とか希望とか前向きな要素が失われたことによってその象徴であるユニコーンも自分の中でいない存在になってしまったというのともう一つこれは皆さんにも共通する話かもしれませんがそのユニコーンのような架空の生物というのは幼い頃はその存在を信じていました。 ユニコーンのような架空の生物と人間や動物のような実在する生物の間で区別がなかったのですしかしこうやって現代社会を生きていくうちまたは成長していくうちにその生物は本当は実在しないのだということを知りました実在しないと分かった時点でそのユニコーンたちは自分たちの体の中で 居場所を失ってしまってその居場所を失ったことによって彼らは死んでしまったのではないかと考えるようになりました私はこのユニコーンをどうにかして生き返らせたいなぜならユニコーンを生き返らせるということは私の中で失った幻想や希望も生き返らせるということにつながるからです そののたためめに今度はユニコーンの設計図を作り始めました犬の作品では再現しきれなかった関節とか犬は、まあ、関節は曲がるんですけどその仕組みはヒンジが中に入って曲がるようになっているんですけど今回はユニコーンの場合はその人体とか軟骨とかそういうものまで制作によって再現して私たちの体の仕組みを そのまま再現していくそういうことで架空の生物を実在させてそして生き返らせる生き返らせるっていうのはこの息を吹き返させるっていうことなんですけどこの犬のように人工呼吸器を取り付けてその空気によって呼吸をさせるそういうことを行いたいなと思いました現在骨とか軟骨の製作を進めていますが 骨とか軟骨を作ってもだんだんこう筋肉がかぶさって皮膚がかぶさってその作ったものは見えなくなってしまいますまたはその展示やこう見えなくなってしまうので段階段階でウェブや展示で発表していくんですがその制作途中の段階っていうのは解剖途中のような非常にショッキングな光景にこれからなっていくと思います。 でもも私はそそれこそがとても重要なポイントだと思っていますなぜなら夢や希望を語る時に私はきれいとのような絵空事のようなことだけを語って見せたくはないからです非常に悲しい苦しいショッキングな現実を知った上でまた希望を信じて制作をしていくということが非常に大事だと思うからです 悲しい苦しいショッキングな現実を何とか解決するために作品制作をしていくそういうことが私にとって非常に重要な要素だと思っていますそれを気づかせてくれたりんにはとても感謝していますこれからも私はそうやって物語を紡ぐように作品制作を行っていきたいと思いますありがとうございました